ございます。おはようございます。どうも。お世話になってます。すいません、助手席乗せていただいて。あ、いえいえ、とんでもないです。いつも座る人いないですからね。珍しいですよ。本当です。珍しい。はい。今日すいません、はい、靴投稿させて、密着させていただきます。いやいやいや、ありがたいことですよ、本当に。オフの一日密着ということで。はい、ぜひぜひしてください。基本ふざけてると思う。このオフは、はい、結構メディアの露出も。そうですね、おかげさまでいろいろお仕事いただいて、はい、充実したオフになってます。結構こう、ああいう出演とかラジオで話とか、はい、もう慣れっこですか？慣れっこではない。やっぱ年一の12月だけですからね。やっぱちょっとブランクはありますよ。結構楽しんでるっていう感じもありますか？そうですね、楽しんでます。はい、野球も楽しんで、イベントも楽しんで、本当に充実しますよ。いや、忙しいっすよ。忙しいっすけどね。でもなんかまた違った仕事をいただいてるんで、新鮮な気持ちでやらせてもらってます。ビッグ番組にもこの後、はい、はい、そうなんですよ。また2年連続でね。某ピーっていう曲からお話しいただきましょう。今年も出させていただくんですけど、今年も多分無茶振りすごいと思いますよ。ドラゴンズを背負って、はい、しっかり狙い、去年以上の爪痕残せるように頑張りたいです。そんな多忙極める中、はい、今日は今日はちょっと名古屋から離れて関西に来てるんですけど、車を走らせ、僕の相性、いや、目的はやっぱりこう自分の体を、全身をやっぱり使うっていうのを目的として、今回知り合いの人にね、こういう機会を作ってもらったんですけど、やっぱりまだまだ自分自身レベルアップできますし、まだまだ自分の体も思う存分使い切れてないので、もっとこうコアなところを追求していきたいなと思って、今年は、去年は1日だけだったんですけど、今年は2日間ちょっと勉強させてもらおうかなと思って、はい、楽しみです。きついですけど。じゃあその模様を撮らせていただきます。はい、撮ってください。じゃあ1日お願いします。よろしくお願いします。去年の話なんですけど、本当によくしてくれてる記者が、その人と、まあ、大学の、ここまで言っていいんですかね、大学の先輩後輩の先輩で、まあ、もしよかったらどうみたいな、そういうの意識、強めたいんだったらどうみたいな感じでつなげてもらって、1日だけやらせてもらって、ですごい良かったんで、まあ、今年も、まあ、本当に去年は基礎中の基礎を教えてもらっただけなので、まあ、今年は基礎も教えてもらいながら、ちょっと応用編も教えてもらおうかなと思って、今年もつなげてもらったんですけど、投げるに特化したスポーツとピッチャーって、まあ、似てるようなところはあるので、物を投げるっていう時点でやっぱ体の使い方も似ているので、まあ、そこも知りたかったですし、特に野球ボールは重いですから、ま
その重いものをどうやって体を使って投げてるんだろうっていうのもあるし、もともと僕は体幹本当に弱かったので、体幹強くしたくてお願いしたんですけど、そしたらもっとボールも楽に投げれるんじゃないかなと思って、去年やってよかったんで、今年もちょっと、ね、1日伸ばして2日間やらせてもらおうかなと思って。去年その1日で学んだことをずっとやり続けてた部分があったりとかっていう。あ、やり続けてました。はい、結果成績も出ましたし、その疲れ方も全然違いましたし、なんか本当に体使えてきてるなっていう感じはあります。まだまだ使えてないですけど、少しずつ使えてきてるんで、あ、このトレーニングは面白いと思って、本当やってきてよかったですし、本当にその記者にお願いしてつなげてもらって本当に感謝します。やらせてもらっただけでも全然変わったんですけど、アップの性的ストレスとかいかにいらんかって分かる。アップじゃないなって。じゃあ座ってください。はい、
おんまそれがなんか、まあ、メジャー行くみたいな。ここです。過去が育ち。高橋宏斗が見よう見ようで、僕が真似をし始めて、腹筋いいですと思って。キャンプ中に行きました。一人だけ音違うし。一人だけ音違うし。全然違う。壁を割れないですよ。大丈夫ですか？大丈夫。やろう。あんな早くできない。おお、うまくなってる。すげえうまくなってる。うますぎてうまくないんだよ。一生懸命やってんすよ、こっち。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。マジきついっすか。これ新ちゃんとどっちが音でかいっすか。ねえ、かねえか。いや音感。さっき言ってみて。音の感じ。新ちゃんの動き。さすがに。大きく回す。遠く回す。そう。5回ずつ反対大きく回す、音届いてください、音マジで壁壊れるからあんなんで自信が早く帰ってこないですよ、ね、3キロのボールがはい、きついんですよ、これ一番遠いところに持ってきて、ここで入るんですよ。あ、こうすか。ここで、こうすなってから投げるって意味です。なるほど。後ろで C 作ったから投げる。去年僕もこれ言われました。まんま同じこと言われてます。ここでか。まんま同じことやられてるんです。だいたい潜りながら上に潜ってる。you
れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。しんのすけさんは投げることに特化した競技のトレーニングを知りたいということで多分ディーンさんのところ行かれたと思うんですけど、はい、なんかどういうことを伝えていきたいなとか言われた時に思いました。そうですね、僕らは、基礎の部分をすごく大事にしてるんで、記録のスポーツなので、やっぱそのブレない基礎っていうものを何か一つでもこういいものを持って帰ってもらったなと思ってます。基礎っていうのは具体的になんかどういうことですか？僕らはやっぱお腹周りすごい大事にしてて、こう下半身と上半身 の, その投げる腕の伝達部分なんで、その部分をしっかり強くしてもらって、で軽く投げてるのにこう強い球が出るっていうような、イメージというか、そういう、こうトレーニングを通していろんなこうヒントとか、しっかりお腹から力を出すっていう部分をとにかく伝えれたらなっていうことでやらせてもらってます。勝手に似ているからフォームを教えるとかそういうことではないっていうことですね。なんかそうですね、フォームはもう全然腕 の, その回転半径とかも違いますし、でもやっぱりその体の大きなその幹の体幹の部分から力を出すっていうのは一緒だと思うんで、そういうところでやっぱり、ピッチャーはそのどうしてもこう反復なんでどんどんズレも出てくると思うんで、そこでやっぱりこうどっしりした幹があれば、安定して投げれるのかなと思うんで、僕らはその辺最大出力のスポーツなんで、障害と向き合いながらいかにこう怪我しないかっていうのをテーマにやってるんで、その中で何かヒントがあればなっていうのも一つではあります。今年あってなんかすごい褒められてましたけど、どういうとこ成長を？いや1年間その去年本当数日トレーニングしてやって、1年間ほど継続して やってきたんだなっていうのをこう久しぶりにこう生で見てなんか実感したというか、こう変化を感じたと思います。僕はびっくりしました、はい、褒められてどうでした？いや本当に1年間真面目にやってたんでいや本当に去年はひどかったというか、やり慣れてやったことないので、むちゃくちゃぎこちなかったんですけど、でも1年間こうやってやって、こうやって褒められるってことは上達してたので、1年間やっててよかったなと思って、また来年、今年から来年にかけてまた継続していきたいなと思ってます。こうシーズン中、こういうトレーニングをしてて、こう成績とか、はい、とパフォーマンスに生きてるなって感じる時ってありましたか？平均イニング数は伸びたのは多分体幹の強さも多分比例してると思うので、そこは結果として出てますし、あとはやっぱ腕だけで頼って投げないっていうことをできるようになってきたので、疲れづらくなったりとか故障も本当に減ってきたので、いや本当にこの体幹トレーニングのやり投げのトレーニングのおかげで今年1年間、5月以降は無事故で完走できたので良かったかなと思います。シーズン中はやり取りはどれぐらい？結構してたのかな、ね、はい、はい、それは成績のこととかってことではトレーニングのこととかもですか？トレーニングもですけど、一回なんか投球のことを、ね、こんな感じで投げたいんですけどって言って、僕からしたらいや分からんよっていう世界ですけど、強いて言えばこう日頃見てないんで、その野球界の人よりはこうフレッシュな目というか、やり投げ選手的な目線でいくと、ここはこういうとこ力伝わりきってない部分なんじゃないかなみたいなのがヒントにはなったりして、逆になんか僕らもこうそういうのを見て、やっぱその球の力入ってないんだなっていう勉強にもなりますし、はい、この1年やってない中でこういかに自分で吸収していくかっていうので、今回動きの質もぐっと上がってると思うので、やっぱそういう一流のそういうところを見て僕らもすごい刺激もありますし学びもあるんで、はい、いい関係でいたいなと、はい、お互い頑張って、はい、最後にリンさん、来年どういうしんのすけさんに成績期待しちゃいますか？15勝簡単じゃないか。俺も簡単に言えるのに、僕 90m 投げてって言われてるもんだと思ういやでもその今までやっぱ、一番はでもやっぱ安定してやってくれる、その怪我なくシーズンを通すっていうことが一番大事だと思うんで、
まあ、障害がやっぱ増えるとその寿命的にもどんどん削られていくと思いますし、まあ、安定して1シーズン今年は離脱しっかりしたってことが、まあはい、来年はそのですけど、ね、あ、そっちか、はい、怪我ではないです、はいはい、まあシーズン通してこう健康で投げれれば結果もついてくると思う。その中で新しい発見というかその技術の進歩も出てくると思う。それは僕も同じスポーツの世界で同じことなんで、はい、怪我なく健康で頑張ってほしいなと思います。引き続き支えていただいて、いやいや、こちらこそ刺激を受けているんで、はい、なんかやり投げ選手もちらほらなんか世界陸上を見てくれて、いや、はい、覚えてくれているんで刺激し合える関係ということで、はい、って頑張りましょう、これから。本日はありがとうございました。またお願いします。無事1年の成長を褒められて、いやー、よかったです。本当に1年間やってきてよかったです。去年の12月の頭に、一緒にトレーニングさせてもらって、もう最初本当にぎこちなくて、本当にこういう動きになるのかなと思いながら、まあ、ちょっと悔しい思いもありながら1年間ひたすらやってたんですけど、まあ、ちょっとずつこうできるようになってきて、まあ、シーズン中とかもどうですかつってフォームとか送って、お、良くなってるねみたいな感じで言ってくれてたんで、まあ、こうやってまた1年経って一緒にトレーニングさせてもらう機会を設けてもらって、まあ、こうやって褒められたってことは、まあ、やってきた道は正解、間違いじゃなかったかなと思って、本当に良かったです。リンさんもやってますし、もう一人佐藤さんっていう人も YouTube やってるので、そのいろんな YouTube 見て、トレーニング動画を見て、これってどうやってやるんですかとか言いながら、やってみたんですけどどうですかみたいな感じで聞いて、もうちょっとこんな感じかなみたいな感じで、この本当にすごい人の、めちゃくちゃ重り持ってる人とか、めちゃくちゃ柔らかい人のトレーニング動画とかを送ってくれて、こうやって、あ、こんな感じかみたいな感じで、やっててみたいな感じです。じゃあファンの方も体幹鍛えるならディーンさんや佐藤さんの YouTube、怪我するんでやめた方がいいと思います。絶対腰やるんだよ。いや、本当に良い子は真似しないでください。良い子はあんまり真似しない方がいいかもしれないです。はい、概要欄貼っておいてください。わかりました。投球フォームにも影響しましたし、本当に投げてても体幹で投げてる感じがあったので、今年は投げ終わって腹筋が張ったりとか、お腹が痛いとか言ってそんなことを言ってて、肩とか肘とかめちゃくちゃ元気で、腰とかも、なんで本当にこのトレーニングっていうか、ディーンさんと出会わなかったら、まあ、多分また故障してっていう繰り返しになってたのかなっていうのはあるかもしれないですね。なんかあれですね、今年の成績がディーンさんのおかげだったところも少しあったり。そうですね、本当に大きかったと思います。はい、このトレーニング本当にやってなかったらどうだったんだろうっていう感じもあったんで。じゃあディーンさんにいい報告できるように来年もっていうことですね。そうですね、しっかり来年も、結果で恩返ししたいなと思ってますので、また1年間地道にトレーニング頑張りたいと思います。
なんで最後かな。返し出す。そう。そう。でやれば押せると。それぐらいグリップ。今どうなってるか教えてあげたいですね。こっちの手の動きをこうしてみて。そしたら足を送るから。ちょっと今回ってるから。起きた。推定距離ちょっと測ってみてよ。結構飛んでると思う。軽これ。軽い。軽い。今日は槍が刺さってよかったっす。去年さっぱりだったんで。去年全然だったっすね。そこの成長もあったってことです。いや、めちゃくちゃありました。思ってたより槍投げたかったんやな。去年が悔しくて槍投げは何メートル目標でいきますか。槍投げは30ぐらい、30弱だったんで40メートルぐらい投げれるように頑張りたいと思います。なんか調子悪いから元気なさそうに、俺が感じたら使えんぞ。グラウンド見たら弱い顔見せたらあかんよ。これは立浪ドラゴンズ1年目戦いの記録。球団オフィシャルカメラだからこそ撮影することができた映像の数々。明らかになった真実とは。マジ一緒やった。出たいと思ったら出たくない、そんなないですよ。出たいに決まってるじゃないですか。毎試合毎日つまらないですけど、やってることは我慢の時です。先輩方にもナイスピッチングって言われるのがすごく嬉しいというか。正直苦しいっすよね。なんかこううまくいってないなっていう。ああ、今日かって感じですね。やっぱそうっすね。もちろん打ちたくなりますし、はい。